ナルダーマトロジー17号より掲載中の連載、写真で読み取るよくわかる皮膚病理をベースに、臨床科の先生にご自分の目で病理組織検査を読み取るようになっていただけるように補足説明していきます。じゃあバイオプシーをしましょうということになった時に、いつバイオプシーをするかということになってきますが、これは非常にお電話いただくことが多いです。これもよく聞かれるんですけれども、どのぐらい取ればいいですかって聞かれます。もう一つよく聞かれるのが、どの辺で切り離したらいいですかっていうふうに聞かれるんですけれども、じゃあどこを取ればいいですかっていうのは非常にたくさん電話をいただきます。で、もういつも言うことですけれども、潰瘍のところはやめてくださいっていうふうにお伝えしています。やっぱりどうしてもやっぱこの病変のひどいとこ取りたくなる気持ちはとてもよくわかるんですけれども、なんでこれで最終的にいろんなことが起こって皮膚が剥がれてしまって潰瘍ということが起こってきます。で、潰瘍の部分も何にも残ってないです。なのでこれは皮膚と潰瘍部の境目を出していますけれども、皮膚が残っているところ、こういったところには病変があるんですが、皮膚が残っていないところはただ単にかさぶたがくっついているだけになっていますので、こういった残っているところから皮膚を取るっていうのが非常に重要になってきます。1個目、毛包構造あります。2個目、感染構造あります。若干拡張してますけど感染構造あります。3つ目、皮脂腺が、あれ、この3番のとこにあるはずなんだけど、あれ、皮脂腺がないです。回答に関しましては紙面の方でご報告させていただきますので確認してみてください。通常のセミナーでは講演の後に質疑応答の時間が設けられていますが、本講演ではこの質疑応答をスモールアニマルダーマトロジーの紙面で実施いたします。本講演をご覧いただいて疑問などお持ちになられた方は、こちらのメールアドレスまでお願いいたします。